そうか、魔力が流れ込んだことにより我が輩は言葉を交わせるようになったということか。いや何、君たちにとっては事故でも我が輩は嬉しいのだ。言葉とはつまり誤解を恐れずして言えば心の交尾と同義。当初はこのような魔力伝導促進具をつけられ困惑したが、しかしそれすらも運命だったということ。褒めてやるぞ国威の魔導よ。この日こそが我が世の春、喋るじゃないですか。そしてまさかの我が輩キャラ。ハルル、すっごくおしゃべり。楽しいね。あの、これ絶対知能指数が上がってるんですが、普段キューキュー泣いている時はお腹すいたとかしか。素敵な声ですけど、可愛くて癒し系のアルルが。許せません、心ないハンター。素敵な声ですけど。衣装型ではなく耳飾りの促進具です。ケーブルを断ち切り元に戻すという方法は使えない。クライアント殿でないと解決方法が分かりません。はあ、もうクライアントがこっちに来い。おっと、本音が。私はそんなことは思っていません。断じて思っていないよ。アイズさん、わざわざ口に出すとまるで思ってるみたいになりますよ。ねえねえ、レイはアルルとか私みたいにおかしくはならなかったの？え？私は別にそんなことは。バッチリガッチリ立派にキャラ変していたぞ。我が輩、事故が起こった際驚愕とともに逃走を図ったのだが、その時分ケーブルを踏んづけた拍子にレイジョーは正気に戻ったのだ。それまではずっと「ベルポヨシクタン」ないわ。と口にしていた。あれこそギャルゼノスという新ジャンル。縮めてギャルス。
ルル、忘れなさい。え、何の話ですか？なんてもありません。